はい、では行きます。まず最初にこういう風な四角あるんですけども、こちらの中に大事なこと書いてあるんですけど、これちょっとこのままだと見づらいので、少しずつですね、見ていきたいと思います。まず最初のポイントですね、今回フーズっていう単語を使うんですけど、このフーズっていうのは誰のっていう意味があります。で、フーズプラス名詞の形で誰の点点点っていう風な言い方になって、例えばこのように使いますね。 Whose bike is that? Whose bike is that? あれば誰の自転車ですか。で、Yes, No では答えられないので、文末を下げ調子ですね、後ろのここを下げて読むという風になります。ではぜひ後に続けて読んでみてくださいね。Whose bike is that? Whose bike is that? はい。では実際にこの形になっているものを例文で見ていきたいと思います。括弧1番です。Whose desk is this? Whose desk is this? これは誰の机ですか？という意味の文になります。この Whose desk っていうところですね。これで誰の机。で、その後ろには疑問文の形を使います。はい、では次行きます。はい、今度はこの形ですね。Whose is ほにゃららという形になります。で、Whose っていう単語は先ほど誰のっていう意味で説明したんですけども、誰のものっていう意味もあります。誰のもの。なので、ほにゃららは誰のものですかという意味にもなります。はい、例文ですね。Whose is that bike? Whose is that bike? ここは that bike つながっているので、あの自転車ですね。あの自転車は誰のものですかという意味になります。あの自転車は誰のものですか。で、これも Yes, No では答えられないので、文末を下げ調子で読みます。はい、では例文見てみたいと思います。括弧2番ですね。はい。Whose is this desk? Whose is this desk? This desk つながっているので、この机は誰のものですかという意味になります。で、ここのポイントは、ここの Whose の後ろで一度こう切るような感じで、Whose の後ろに疑問文の形ですね。Is this desk? っていうふうな疑問文の形が入ると。いうことになります。はい。で、その答え方なんですけど、誰のものですかとか、誰の机ですかっていうふうに聞かれたので、例えばこのような答え方しますね。It is mine. It is mine. または It's mine. It's mine. でもいいです。で、mine っていうのは私のものっていう意味ですね。これに関しては所有代名詞というところで詳しく説明しています。で、実際はこの mine というのは my desk の代わりですね。私の机っていうのを私のものっていうふうに言っています。それは私のものです。はい。で、所有格プラス名詞だったらこの形ですね。my desk の形。または所有代名詞、この mine。どちらかを使って答えると。別にマイデスクって言ってもいいんですけど、ただ英語の文としては繰り返しを避けるんですね。同じ単語を何回も使うのを避けるので、例えば最初にこうデスクって出てきてたので、質問の中にわざわざまたデスクって使うよりは、こうやって私のものっていうふうに言ってしまう方を好みます。はい、では次ですね。1と2と、あとその答えですね。まとめて紹介したいと思います。はい、まず括弧1番が、Whose desk is this? Whose desk is this? これは誰の机ですか？括弧2番が、Whose is this desk? Whose is this desk? この机は誰のものですか？ほぼ同じ意味ですね。机があって、で誰の机なのかっていうのを確認していると。で、答え方はこの1、2どちらにもこのように答えることになります。 It is mine のように答えます。
はい、あとは先ほど一度説明したんですけど、切れ目ですね。一番の方はフーズデスクの後ろで切れて、こっからが疑問文の形。二番の方はフーズの後ろで切れていて、でこっから後ろが疑問文の形ですね。読むときにここでこういうふうに切るような形で読むといいと思います。これですね。こういう形ですね。はい。では次に行きましょう。はい、この括弧3番ですね。先ほど whose is っていう形習ったんですけども、今回は whose are っていうふうになっています。で、この are はこちらの後ろの主語ですね。これを見て決めています。ちょっと前に戻りますね。はい、ここで一応このように公式のように書いてあるんですけど、この is っていうのはこの後ろのほにゃららですね。ここの部分を見てから決めます。That bike 三人称単数なので is に is を使うと。あとはこちらもそうですね。This desk っていうのが三人称単数。三人称単数っていうことは it っていう単語と置き換えられるので、まあ、it is っていうふうにこう考えてもらうといいと思います。で、今回のカッコ3番に関しては、この these っていう単語出てるんで、これ複数形の主語なんですね。ここに書いてあるんですけど、these っていうのは、これらとかこれらのっていう意味で、this の複数形。なので、主語が複数形なので、be 動詞は are を使うということですね。はい、では一回読んでいきたいと思います。Whose are these?Whose are these? これらは誰のものですか？はい、答えの方ですね。They are Tom's sisters. They are Tom's sisters. それらはトムの、まあ、シスターなので、姉、妹、どちらでもいいんですけど、今回は妹っていうふうに訳しています。で、妹のものです。ですね。ここ、トムズはまずトムのっていう意味ですよね。で、シスターズのこのシスターまでが姉または妹。で、またこのアポストロフィーと S で誰々のものですね。妹のもの。または姉のものでもいいです。で、一番ここでやってはいけないのが、姉妹のものっていうのはダメですね。姉妹っていうのは二人以上になってしまいますよね。今回のこの S は複数形の S ではなくて、誰々のものっていう時の S なので、どちらかですね、姉のものまたは妹のもの、どちらかで訳してください。はい。で、あともう一つこの they について説明しておきたいと思います。they っていうと彼らとか彼女らっていう風な意味を思い浮かべるかもしれないんですけども、今回の they はそれらです。なぜかというと、この these ですね、 these を代名詞っていうのに変えたので they になっていると。ものを指しているのでそれらですね、というふうになります。はい、ということで今回の内容は以上になります。最後にこれですね、もう一度確認なんですけど、 whose 使って whose 名詞、誰の何々、 whose is ほにゃらら、ほにゃららは誰のものですね。で、ほぼ同じ内容になるので書き換えができると。どちらの形を使っても大体同じような内容の文が言えます。ここにある文もそうですね。自転車、あれは誰のですか、あれ誰の自転車ですか、誰のものですかっていうふうにこう同じような内容になっているので書き換えができますね。ほぼ同じ意味の内容。はい、ということになります。では、最初にも説明したんですけども、最終的には英作文ですね、こちらの方をできるようにっていうのを目標に頑張ってほしいので、ぜひこちらにも挑戦してみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。